はい、みちです。はい、みちです。今回、わかめ。わかめ醤油フェス祭りってなってんな。わかめ醤油フェスか、これ。どこのわかめじゃって、わかめ好き好きピチピチー思い出すわ。わかめ好き好きピチピチーってあったよな。この食べ応え、わけわかめ。まあ、ちょっと滑ってんな、これな。麺超大盛りの 120g、当社火となっております。粉わかめ、葉わかめ、菊わかめってあるの？菊か、これ。何やろ、これ。わかめ、これ3種類入ってるかな？これ、わかめフェス。わかめフェスやな。わかめフェスやね。すごいな。これどんなんやねんな、これ。ちなみに、カロリーの方が601キロカロリー。タンパク質が 13.6g。脂質が 22.5g。炭水化物が 89.8g。食塩相当量が 9.7g となっております。結構でかないこれ。でかすぎへんこれ。こんな食えんかな俺。こんな食えるんかな ?70 周年らしいわ。エースコックさん。わかめだらけの、わかめフェスでいいんかなこれ。海藻フェスかわからん。いか開けるで。開けます。三つの小袋が入ってるらしいわ。行くで。開けましたと。はい。こちらの方には、ふりかけ。これいつ入れんねん。ふりかけ。後かな。ふりかけな。んで、液体スープ。液体スープがありますと。はい。で、こちら。これ肝心の、これ、火薬ってね、わかめやな。わかめやな。で、ご飯ちゃうわ。麺やな。麺多い。わかるこれ。なんか多く感じへん。こう見えるかななんか。なんか多く感じる。これどう作るんかなこれ。蓋を半分まで開き、液体スープ、火薬ふりかけを取り出しました。2、火薬を入れ、熱湯を内側まで注ぐと。あ、それでいいんか。火薬だけ入れたらいいねな。火薬やな。火薬入れます。入れますね。こう、なんか書いてくれ、後入れとか書いてないかわからんかった。火薬を入れますと。はい。入れました。いや、すごない、これ、わかめ。もう、黒々しみだよ。ほら、わかめな。いや、わかめで思い出すのが、やっぱあれやもん。髪の毛、ちょっとでも、ボーボーっていうか、抜け毛対策というか、わかめ食べたら髪の毛増えるとかよう言わへん。だから、わかめもか食おうかな、ほんま。やっぱちょっと心配になってくるからな、ほんま。わかめ。どうなるんか。これ、多分な、お湯入れたらわかめがふわってなるんかな。ふわってなるんかな。それも楽しみ。ではでは、お湯を入れて、何分や。3分。3分待とうと思ってます。めちゃくちゃ、楽しみ。はい、3分経ちました。では、開けますね。わかめがどうなってるか楽しみな。行くで。ドン。すごない？すごない？めっちゃ増えてる、わかめ。わかめめっちゃ増えてる。びっくり、わかめ醤油祭りみたいな感じ。書いてるもんな。わかめ多すぎへん、これ。いや、もうよだれ出てくるわ。ではでは、まず、液体スープ入れるで。よいしょ。ほい。はい、入れましてと。箸どこ行ったっけな？あった。これで、一旦混ぜようか。一旦混ぜるで。おいしょ。多すぎ。多すぎ。めっちゃ麺が多すぎ。すごいな、これ。麺、えぐいわ。120g 入ってんねんで。そんなにいらんよな。多いのありがたいけど、少ないよりは、程よくがええよな。わかめも多いし、麺が多い。はい、いけましたね、と。で、これ、ふりかけないつも悩むねんけど、ふりかけって混ぜるべきなん？ここにちょっと見せるべきなん？どうなんやろ、これ。ほら。これふりかけって何？これ。まあ、ふりかけるってことやもんな。これも一応混ぜた方がいいんかな？な、ほら。これも一応混ぜとくわ、一応。ふりかけってなんか難しいね。上に添えるぐらいでいいんか。混ぜるか分からんけど、とりあえず俺は混ぜる。しかも混ぜにくい。
めちゃくちゃ混ぜにくい。このな、量が多すぎやね。ありがたいねんけどな。ありがたいねんけど、多すぎ。こんな感じかな。こんな感じかな。いけましたね。いけましたね。はい。はい。ではでは。ではでは。いただきます。お疲れ様です。楽しみやな、これ。よいしょ。まず、おスープ。おスープからいただきます。飲むで。あ、優しい味。優しい醤油の味。ああ、なんか水も飲んでるみたい。優しい味やな。では、麺いっちゃうで。いっちゃうぞ。いくぞ。いただきます。ちょっと固めなんかな麺は。で、ちょっとやっぱな、薄味やな。薄味なんかな、なんか、薄味かな、これどうなんやな、ちょっともう一回。あ、でもな、わかめとな、絡み合ったらすごくいい感じ。ちょっと、わかめ単体食べてみるわ。わかめって久々食べる。あ、ええ感じ。なんかごま入って、ごまちゃうか。なんかごまみたいな味する。もうな、見てるだけで腹いっぱいになってくるわ。ぶっちゃけ見てるだけで腹いっぱい。これな、多いわ。多い、これ。あ、さっきのふりかけっていうのは粉わかめみたいな感じちゃうかな。粉わかめやわ。で、わかめでも種類があるらしいわ、これ。種類があるってことでいろんなわかめが入ってるってことやねんな。違いがあんまわかりづらいけどな。美味しいねんけど腹いっぱいになってきた。ちょっとずつ食おうかな、もう。ちょっと腹いっぱいになってきた。もういきなりね、ドーって食われへんわ、なんか。あ、でもな、ヘルシーな気がする。ヘルシー。でも麺がちょっと多いわ。ありがたいねんけどな。まあ、ちょっとスープ吸うで。ああ、もうスープが美味しい。ほんま、お吸い物みたいな感じ。あとな、わかめがな、やっぱうめえ。今一気に食ったから、ちょっと腹いっぱいになってくるわ。もうこれゆっくり食うわ。これな、どうやろな、これ。昔からあるやん。昔からあんねんけど、何も食べたことないねんよ。ちょいちょい食ったことあるけど、あんま記憶ないねんけど。やっぱな、定番の味って感じ。定番。だからな、ずーっと残るんやろな。もう定番で、間違いないのよ。で、かといってめちゃくちゃパンチがあるわけないのよ。だからこういうのが、ずーっと生き延びるというか、ずーっとな、みんなに、こう、愛される理由なんかな。ぜひ食べてみて。だけど、麺が多すぎんのが、ちょっとあれかな。お前はどこのわかめじゃ